はい、みなさんこんにちは。こんにちは。京都にお住まいの能楽師松野さんと私、ドイツに住んでおりますオペラ演出家釣り穴悦子でお送りする能とオペラ対談です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。いいねボタンとチャンネル登録もよかったらよろしくお願いします。はい、なんか松野さん今日鼻と目がシワシワしてる感じですけど。そうなんですよね。あのね、うん、ものすごく今日花粉がきついんです。もう今ね、鼻はとりあえず今止まってるんですけど、うんうん、目がね、もう痒くって痒くって。そうなんだ。あれ、メガネしててもやっぱり入ってくる。今入ってくるのか。あのね、関係ないですよ。あ、関係ないですか。うん、メガネしてようが、何してようが、もう自分の許容量を超えたら、うん、ずっと出続けるって感じです。あ、だってね、あの、そうそうそう、お風呂場って基本的にあんまり花粉ないですやん。はいはい。その、うん、湯気で落ちたりとかもするし、う、ね、うん、で寝室も基本的にあんまり出入りがするところじゃないですやん。うん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 、でもね、お風呂に入ったりとか、うん、お布団に入ったりとかすると、ものすごくくしゃみ出るんですよ。うん、あ、そうなんですか？そうなんです。で、結局、だからそれはもう花粉があるなしじゃなくて、もう自分の体温が、湯船に浸かったりとかして上がるでしょ。うんうん、もう、そしたら、出てきます。あ、そうですか。へぇ。そう。だから、うん、その日によって多少の誤差はあるけど、もう一回このモードになったらもうずっとこのモードです。なんかね、うん、私もね、花粉症ね、あるんですよ。小さい頃にでも花粉以外にもいろんな花粉、いろんなこう鼻炎でね、ひどいのはホコリのアレルギー性鼻炎、うん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 、で結構それは今でもあるんですけど、でなんか花粉症はこうギリギリなんかこう症状が出る前からこうマスクをしたりとかして、なんかいつもなんとかかんとかっていう感じでやってたんですけど、アメリカ行ってね、結構しっかり花粉症になっちゃったりして、うん、でなんかこうアメリカの空気ってすごい悪いんで、排気ガスの排気ガスと多分その花粉が混じって結構こう出るんですよ。で、うん、私結構ね、漢方薬とかの方をどっちかっていうとこう好きっていうんじゃないですけど、調子悪くなったら普通のこう西洋医学のお医者様よりは漢方っていう感じなんですね、うん、で漢方だとね、結構すぐ効くんですよ。でアメリカはこうチャイナタウンとかが結構あるん でチャイナタウンの中に、うん、本当にこう中国から来て、なんかこう中国のおじいちゃんのお医者さんですみたいな人が時々いるんですよ。でそういうところで、で映画で見る感じですよね。そうそうそう、こちょこんってこうなんか薬局の角とかに座ってるようなおじいちゃんとかがいて、はいはいはい、そういう先生がこう見てくれるんですよ。でそういう先生になると、アメリカ住んでんのにもう全然英語通じない、なんかサンデーとかマンデーとかワンツースリーとかすらわかんないみたいな、そういう人に、うん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 、もうね、Google のトランスレートで日本語と漢字に、まあ、中国語を直して、それをこうメモって一応ほら漢字だからなんとなく意味わかるじゃない。で漢字を書いて、でこれとかで症状がこれでとか言ってこう指して、で先生がふんふんふんと言って、で何食べたらいいですか。漢方って結構食事で直したりもするので、こう気をつけて食べなきゃいけないものは何ですかとか言ってこう書くと、そのおじいちゃんがこう漢字でこう魚とかこう書いてくるわけ。これなんとなくはははみたいな、なんかこうちょっとほら、なんか地下鉄で30分ぐらい行って、いきなりこうカルチャーショックの全然言葉が通じない世界に入るみたいな感じで、漢方薬結構すぐ、漢方薬すごいね、花粉症すごいいいと思うんで、おすすめしたいんですけど。そうなんです。日本でもね、まあ、言ったら普通のドラッグストアみたいなところに漢方薬売ってるんですけど、うんうん、そうじゃなくて、そうそう、なんかね、うん、パッケージされてて、うん、なんかこれほんまに効くんかいなって思うんですよね、うん、で日本で、まあ、調べたらもっと出てくるかもしれないけど、そのいわゆるそのいうおじいちゃんがいるような漢方薬のお店はどこにあるんだろうかと、うんうんうん、なんかね、漢方薬ってね、まあ、簡単にこう風邪ひいたらカッコン湯とか、鼻水出たら小生流湯とかってこうあるんですけど、結構漢方ってすごく複雑で、その人の体の、うんうん、
種類、体のその方向性があって、あなんかおからすごくこう暑い人とか、あの弱、うん、あの寒い、暑いとか寒いとか、こう中が暑いけど外側が冷えてるとか、逆に外は冷え、うんうんうん、とか結構こうすごいあるんですね。あの弱質な体質とか結構強い体質とかで、それによってその種類によって、でそのなんかその鼻水を止めましょうっていうんじゃなくて、その原因はどこから来てるかっていうところを探って、そっちを直していくんですよね。だから私もその、うんうん、結構アレルギーがひどかった時に、まあ基本的にこうアレルギー症状とか目が痒いとか鼻がとか、私はアトピーとかも出てたんで、こう肌がとか言ってですけど、その肌を直すとかじゃなくて、あの中を直してくれるから、なんか気がついたら便秘が治ったとか、うん、冷え性が治ったとか、なんかそういうふうにこういろんなことが改善されたりとかするんでね、あのだから勝手にあのそのあ鼻水にはそう小生理言うとねとか言って飲むと、あの結構逆になることもないわけではないので、あのそうですよ、ね、先生に見ていただくのがいいと思うんですけど、手間からでも見つかりますわ。なかなか見つからないじゃないですか。で、うんうん、自分でも、まあ、ちょっとメンテナンスできるんで、私結構その自分メンテナンスもするんですけど、それが自分のお供がこういうやつ、うん、お灸ですね。で、あのお灸すごいいいのでおすすめしたい。なんか お灸ってさ、こうお灸を吸えるとか言って、熱いなんかこうのっけられてとか、なんかイメージあるじゃないですか。あのね、お坊さんにこうなんか悪いことしたからお灸添えられてとか、はいはい、なんか私もそういうイメージでお灸って全然なんかこうちょっと敬遠してたんですよ、前はね。うんうん、だからあるなんか針の先生がね、すごいうまくお灸をやってくださって、したらお灸って結構気持ちいいじゃんっていうふうにちょっと思ってね、うん、あのお灸、あのツボ押しですよね。まあ、ツボ押しで、ツボ押すでもいいし、まあ、針でもいいし、あのお灸でもいいし、なんかちょっとねその効用が違うみたいなんですけど、お灸とお灸と針とかツボ押しっていうのはちょっと違うみたい、うん、なんかね、うん、お灸の方があの温めるっていうやっぱり力があって、うんうん、花粉症の原因は冬に結構冷たいものを食べたりとか体を冷やしたりとかしてると、あの春にそれが体が出てきちゃうんですって。でそれがこの花粉症の結構大きな原因らしいです。花粉そのものっていうよりもね、うん、体自身がきちっとしてれば花粉って意外と大丈夫っていうなんかみたいです、漢方でもね。でこのお灸すごいんですよ。で、まあ、昔のお灸はね、こうあのそのよもぎの乾燥したやつをこう酔ってとかって置くんですけど、うん、そんな結構大変じゃないですか。で最近、うん、あのすっごい簡単なお灸が出てて、私これでも、ね、日本で買っ、これは日本製なのね、うんうんうん、この千年灸は有名ですよね。うちもありますよ。でしょ。でこう、うん、こういう感じでね、あの、うん、ここにね、こうセロハンテープというか、こう接着剤のついてる両面テープがあって、うんうん、でもここに火をつけるんですよ。で、うん、この間が浮いてて、うん、ここも穴になってるんで、直接そのこのよもぎが肌についてやけどするってことは全然ないんですね。うんうん、クッションがついてるから。でこのクッションの厚さとかもいろんな種類があって、一番あの結構こうソフトなのからあの、うん、熱いのまでみたいな感じでこう選べるんですよ。だから熱くてちょっと熱、うん、最後もやっぱり結構熱々ってなってくるんで、その熱いのが嫌な人はソフトなやつを選ぶと、あの全然熱さ感じなかったりとか、うん、それはそれ の, あの人によって、まあ、あとその効果はやっぱり熱くなる方が出るので、それはもう自分の見合わせながら、うん、ただ結構ねその場所にもよるんですけど、自分が本当にあのだあのそのここの場所が悪いっていう時のツボだと、あのすごいソフトでも熱く感じたりとか、全然元気なところは あんまり感じなかったりとか結構するんですよ、うんうん、でこれね火つけてこうペタって貼って、うん、それこう置いとくと自然にこう火がひーって消えていくまで、こうなんか10分ぐらいほっとけばいいみたいな感じで、これくっついてるか結構こう動いても平気だし、うんうんうん、すごいねあのいいですよ。 でこれは日本製なんですけど、まあ、ほら海外だと日本製千年灸なかなか手に入らないんで、アメリカにいた時はね韓国製のやつを買っていたんですよ。で韓国製のも結構似てるんだけど、あのそう本当にこうよく似てるんだけど、韓国製のはねこういう感じでここにその燃えついてて、
この紙の部分があって、でやっぱこう接着剤つけるみたいな感じですね。うんうんうん。なんかちょっと長時間燃えるみたいな感じですね。いや、ほとんど、はい、ほら、ここのこの燃えるところ、燃えるところはほら同じでしょ、ほとんど。ああ、そっかそっかそっか。うんうんうん。だからあんまり変わらない。こっちの方がね、うんうん、穴がでかいんですわ。だから、うんうんうん、こっちの方が乗っけとくとその煙の色がつく、なんか、うんうんうん、スモークサーモンやったらスモークサーモンで茶色くなるみたいな感じでちょっと肌が変わる、はいはい、まあすぐに洗えば取れるんですけど、うん、っていう感じのやつがあったりとか、うん、でこれも最初見つけられなかった時に買ったのはこの中国製のやつですね、うん、でこれはよもぎをうん、こういうふうに、こう本当にこう、なんでしょう、ただ固めてるだけの棒で、これは結構ね、扱い方がない、ちょっと待ってください。それは昔ながらのパターンこれは昔ながらのパターンですね。で、これ今使いかけの状態なんですけど、こういう感じで、でこれをね、こう、むく、これをね、だからむくんですよ。うん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 、で、ここにむくと、この、こうペリペリむいていくとですね、このよもぎが中に入ってるわけですよ。うん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 、で、はい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 。そうそうそう、これね、よいしょ、よもぎなの？よもぎです。よもぎともぐさは一緒なの？一緒です、一緒です。一緒なの？もぐさはよもぎを乾燥したやつじゃないかな。あ、そういう意味ですね。うん、はいはいはい。こう、こういうのがなるほど、なるほど。はいはいはい。あって、多分本当プロの方はこういうのから、まあ、こっち棒になってもなくてもいいんだけど、こういうのをこうつまんで、こう、ちゃんとこう、はいはい、三角に置くんだと思うんですけど、簡単なのはこれに火をつけて、でまあ、こういう状態になりますよね。うん、でそのお給したいところにこう近づける、こうなんか1センチぐらいまでこう近づけて、何度かこういうふうにやって、近づけみたいな近づけはしない、近づけはしない。だからこうちょっと近くまで、本当そう5ミリぐらいまでこう肌に近づけて、そのでまたちょっと休めてまた近づけてみたいな感じで。ああ、なるほど、なるほど。うんうん、でそうそう、これはね、火を、ね、消すのに私はこういう火を消すポットみたいなのもあって、まあ、空気をなくせば火が止まるんですけど、私はこう銀紙に袋をこう作ってここにこう突っ込んで、うん、置いとくとすぐ火が消えるんで、はいはいはい、それで火消ししてまた 2度3度4度5度再利用みたいな感じでやりますね、うんうんうん、これ本当にこう昔のこれも最初木さっていうのをさ、うん、そう、今このお灸だとやっぱり日本語で通じないからどうやってやしたいかなって言って木さって出てきたんで木さと思ってその中国 の薬局とか行って木さくださいみたいな木さとか、うんうんうん、でもね中国でもやっぱやるんですよね。で中国ですごいですよ。ただこれねすごい煙がもくもくこっちの方は出るんですわ。でこの千年灸とかの方はねほとんど、まあ、ちょっと火出るんですけど、はいはい、そんなでもないです。これはね、タバコを吸ってるのかっていう感じの匂いになっちゃう。はいはいはい。換気扇ガンガンに回してやる感じですね。そうで、あ、でもそっか、松野さんはタバコ吸われるかいいのか。お家で。まあまあまあ、よくはないけど。そう、こっちだと、ドイツだと家に換気扇が、あ、換気扇じゃなかった、ごめんなさい。消防の、煙探知機が、うんうんうん、もう各部屋にどこにもついてるんですよ。それでこれをやると多分引っかかると思って、実はこれはまだねドイツではやったことがなくて、あ、なるほどなるほど、あ、はいはいはい、去年かな、でも結構やっぱり、あ、花粉症の症状出ちゃったなと思って、しょうがないから外に出て外のベランダで寒空でやってたそれをどこにどうセットしてどこが効くの？あ、その壺の場所なんですけど、いろいろありますよね。本当体中いっぱいあるんですけど、有名なところはこの手のここの間、ここの、はいはい、うん、ここの間とかね、うん、あとはここの小指節の4つ目、ここ4角4つ置いてこことかね、
ここのそばもあるのかな、こことかね。あのね、この千年球の会社が非常に素晴らしくてですね、あの千年球のホームページに行くと、あのお給ブックっていうあの辞書みたいなのが無料であのオンラインで見れるんですよ。で本当ありがたいんですけど、で私その千年球ブックをプリントアウトして家に置いてあるんですけど、で、それだとこう自分の症状に合わせて、こことこの辺、ここがいいですよっていうのがちゃんと書いてある。で本当にね、お灸ってすごいなと思うんですけど、なんかこう、ここのあえ、ここから、ここに手を置いて、そこから指3本分ですよとか、4本分ですよ、2本分ですよみたいに、こうちゃんとそこも書いてあるんですね。で、そうやって探していくと、結構本当にすぐにね、ツボって見つかるんですよね。で、あ、ここだみたいなのが結構わかるんですけど、その例えば花粉症のページもあるし、その千年球ブックの中に。で、花粉症のページで見て、もういいし、あと例えば花粉症だけじゃなくて、実はちょっとなんか最近頭痛いんだよなとか、ちょっとこう便秘気味なんだよなとか言ったら、その辺も一緒にやるとあの、全部良くなってきます。すっごいおすすめです。ちょっとね、次回までにやっておきます。やってみてください、やってみてください。やってみます。実は私、日本、これもニューヨークかな、で友達でやっぱりちょっと花粉症がもう時期にひどくてっていう子がいたんですよ。で私全然あの医療のプロでは全然ないんですけど、まあ私の知ってる範囲で、じゃあちょっと私のこの持ってるあのお灸でやってあげるよって言って、まあ、寝てもらってね、全身に。でこうあとそのまあ花粉症の他にどういう今体の状況なのって言って、でそう聞いたのをこう全部やってあげたんですよ。でまあ30分ぐらいこう、まあ、全部つけてこうちょっとリラックスしてもらってたら、すっごい良くなったってやっぱり言ってました。結構ね、あのツボは速攻性もあるしね、あのいいですよ。ちょっとね、早速今夜やります。やってください。日本だったら、ね、やります、それはもうあのドラッグストアに行けばすぐに買えますからね。ですよね。なんか今ね、あのこれ火をつけるタイプなんですけど、火をつけないで、なんだろうな、あの北海道みたいなのが中に入ってるタイプで、そのペタってこう貼るだけの、やっぱちっちゃなちっちゃな北海道みたいなのがのを、なんか最近千年球とか出したっていうのをなんかこう人から聞いたんですけど、よかったらそれもぜひ今度見せてください。わかりました。ちょっとそれいいなと思って。そう、うちその火がね、あんまりそのドイツに来てからね、あんまり火を使えないので、この実はこの千年球タイプもまだやったことがなくて、家の中でやっぱりちょっと多少煙が出るん でこの火災探知機が本当に正確なんですよ。あのちょっと台所でほんのちょっとなんか焦げたりとかすると、もうすぐ瞬間になるっていう感じ。それでちょっとね、これは使えてないので、あのぜひ、あのそれは教えてほしいです。いや、ちょっとまたあの次回か次回か、そのいつになるか分かんないですけど、また結果報告します。はい、今もう完全に出てる状態なんで、今日やって止まったらもう間違いないです。あのこのツボ、あのツボのそのお灸をする前に手で一回触ってね、あのこう、あここだよねとか、例えばこうくるぶしから4本分当ててとか3本分当ててここですよっていうのに、このシールを貼る前にこう押して、あ本当だここ感じるって思ってから、そこにあの貼ってくださいね。はいはい、わかりました。あのわかりますよ、やっぱりね、こう触っていくと、あここツボかもってなんかこうあって感じるとこありますよ。確かにね、ここ、今触っただけで、痛いところと、痛いっていうか、ちょっとこう、なんかあの刺激があるところと、ないところと、ありますもん。ぜひぜひ。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ、もう、続くときもすっきりしてますよ。お大事にしてください。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。